石川貴彦5月15日から2008年6月9日は日本の柔道家。戦前から戦後にかけて昭和天覧試合準優勝、第2回、第3回全日本選手権優勝等の成績を残し、晩年は米国で柔道普及を行った。柔術無双流の免許改伝者であり、当時行動間柔道三段の石川文八を父として、 香川県水と予郡神田村に生まれる。父が、飛島組の土木技師であったため、長野県に転居し、そこで入学した長野県飯山中学の大学中に3段まで取得。日本大学、国士館専門学校で修行し、国士館では首相を務めた。5段くらいで卒業するとすぐに、国士館専門学校の助教授に就任し、1940年の 紀元2600年宝粛天覧武道大会では、事実上の日本一決定戦となる指定選手の部に出場して、木村雅彦と決勝を争ったが、緊張で固くなった石川は、一方的に攻められて、完敗を喫した。打倒、木村を掲げて、修行に励んだ石川は、大外刈りや一本背負い投げ、内股等の立ち技に一層の磨きをかけたほか、世に、 常ね流と知られた、小田常ね球団に寝技を学び、日中戦争の終戦に伴い、満州からの引き上げ後は、警視庁の柔道師範となった。1949年の全日本選手権では、一回戦で、二兵秀夫五段、二回戦で、山本博士六段、三回戦で、大悟と郎五段を破り、決勝戦で、宿敵。 木村雅彦との再戦となったが決着がつかず、激闘の末に二人同時優勝となった。優勝期は、木村の取り計らいにより、石川が持ち帰った。同年七段に昇段。天覧試合の雪辱を誓い、翌1950年大会に出場するも、プロ柔道に転校した木村は出場せず、石川は仮を返せなくなったと失望落胆したという。試合は一回戦で、 戸高清光六段、二回戦で、安倍健四郎七段、三回戦で、松本康一六段、準決勝戦で、第五と四郎六段を破り、決勝戦では、広瀬岩尾七段を判定で下して、連覇を果たした。その後も1951年3位、1952年、準優勝、1953年3位と好成績を収め、当時の柔道界において、 かっこたる地位を築く。1954年に警視庁を退職すると、米国に移住し、南北アメリカ大陸を縦断しての柔道、普及活動を計画。道中にキューバ革命が発生すると、米国に戻り、フィラデルフィアやバージニアビーチに石川道場を開き、先生、石川として多くの門人に囲まれた。 1963年に八段を許され、1984年の行動館、創立100周年記念に際して九段へ商談。九段商談に際しては、日本を出て30年が経ちいろいろと苦労もあったが、日本、外地の人々と商談の喜びを共にしたいと述べると、共に当時の国際試合規定について、本来の柔道を損なう妖怪性と継承を鳴らしている。 その後、健康上の理由から、親戚の住む横浜市へと移り、柔道とは無縁の生活を送った。趣味である囲碁は六段の腕前で、余可は無料で弟子の養成をしていたという。ありがとうございます。